こんにちは、アルキンチャンネルです。今回ですね、仮面ライダーのビックロ卵を紹介したいと思います。はい、これですね、じゃじゃーん。おー、最近の仮面ライダーのセイバーですね。はい、これすごいかっこいいです。セイバー結構ね、大きいですね。49センチで、まあセイバー以外にその他の4つもあります。じゃじゃーん、ラインナップはこれです。はい、ちょっとちっちゃいけども、はい、まず1番目はセイバーですね。あとゼロワン、あとジオでビルドとエクサイト、はい、これはもうあります。はい、ということでアッキーが欲しいのはやっぱりこのセイバーですね。で、持ってないのはあとゼロワン持ってない、他は持ってます。はい、じゃあこれですね、仮面ライダーのビルドと、ジオとあとエクサイドもあります。やっぱり乗っていないのはこの2つですね。最近のセイバーとゼロワンです。はい、これが欲しいです。では、ですね、香りはですね、クレープの香りですね。はい、おー、結構大きいです。ものが結構重いですね。はい、では開けましょう。はい、グレープなので、おーおー、ほら、ちょっと本当に卵ですね。すごい、結構重たい。まあ結構ね、マスコットが大きいから高いからこうなりますね、卵みたい。では開けます。じゃあ、おー、綺麗な紫です。結構いい香りしてますよ、グレープの香り。では今から、水に入れましょう。はい、じゃーん、はい、入れます。はい、1、2、3。あ、おー、これすごいですね。おー、綺麗な色ですね、紫。まあ泡が出てないですね。では少々お待ちください。はい、皆さん、なんか浮かんでます。はい、では回収しますね。じゃじゃーん、逆だエキサイトだったです。おー、もう大きいですね。あれ、座ってる形で、あ、動かせるんだ、足が。そしたら 手も動かせる。あ、すごい、いいですね。ほら、手足動かせます。おー、すごい、よくできてる。おー、いいですね、これ。普通の、はい、だいたい、はい、結構大きいですね。はい、おー、じゃあソフビーと比べるとこうなります。ほうほう、いいですね。ちょっと体がいまいちですけども、ベルトとか、まあベルト書いてるけど、でも顔はいいですね。ちゃんと結構リアルで、ちょっと色が違うんですけども、まあ違う、エクサイドかもしれない。おお、いいですね。大きいです、これ。はい、普通の、はい、普通のビクラ卵に比べれば全然、1.5 倍ぐらい大きいですね。2倍から、ほほ、かっこいい、やったー。これいいですね、このシリーズ。もうちょっと集めたいなと思ってます。はい、以上です、アルキンチャンネルでした。今回は仮面ライダーのビクラ卵を開封しました。仮面ライダーのサイダー欲しいですけども、まあ、今回ゲットしたのは最後のエキサイドですね。おー、結構でも、はい、出来がクオリティが高い、出来がいいですね。結構かわいい、動かせるし、パーツは、まあ、足とから手は、おお、いいですね。今までなかなかそのビックラ卵ここまでの出来がなかったです。はい、では今日のところお願いします。またね、バイバイ。